大隅は海上保安庁のヘリコプター1機搭載型巡視船、津軽型巡視船の2番船にあたる。選手記号は当初は他の大型巡視船と同じ PL とされていたが、後に PLH に変更された。また、交渉線形も当初は単にヘリコプター搭載型と称されていたが、2機搭載の水穂型の出現によってヘリコプター1機搭載型となった。 1979年10月18日に春工し、鹿児島海上保安部に配属された。船名は大隅半島に由来する。その後、新造の春行が同保安部に配属されることになったことから、2019年12月25日付で横浜海上保安部へ配属がえとなった。1979年10月から2019年10月までの間で、 構想距離は約95万回り457回の海難出動で304人を救助した。なお、平成22年度補正予算で延命、機能向上工事費が認められ、2012年1月から同年6月まで工事を受けた。その際に、主兵装である、母ース60ミリ4 0トル単装機銃を、エリコン3 5トル単装機銃へ、 感想している。ありがとうございます。